続きですそうっすねラブサタ」パート2ということでさっきちょっと私もあのオフの時にお話聞いたんですけどオフのの時最近ちょっと私のその身近で「好きのある女性好きってなんだ?」みたいなの話題に上がっていてまあんか婚活をしてるんだけど。 ななんか好きがいいっってて言われるっていう、うん、でも私もすごいもう身に覚えがあるのは「好きがない」っていうのを言われたなっていう記憶があって、うん、でその「好きってなんだ?」っていうのを考えてもわからないしそのまといた答えを誰もくれないって言っててでさっき「好き」についてこう考えてたんですけど <laughs> <laughs> そうそうそう。あのこれもも相談でも結構やっぱり 同じような「好きがないからうまくいかないんだよ」って親友に言われたんですけどみたいなっていう人って多いんだけどそこで「好きって何ですか?」がやっぱり分かってない人が分からないで多分言ってるんだよねで聞いてる方も分からないからどうしたらいいのか分からないっていうことなんだけど例えば好きだらけの女男でもいいけどがいたら「モテますか?」モテませんってことね。 ね、それはそれでさなんかいいように遊ばれるとかあるかもしれないよ、はいはい、でもそうそうそう誰からもなんか声かけられるかもしれないけどじゃあそれは幸せになる道ですかって言ったら、うん、特に婚活って言ったでしょ、はい、結婚を目指しててる好きだらけの女って、うん、多分 なななないいよねんかかちょっっとのてだって自分のさ奥さんになるかもしれない人が誰でもいいわ寄ってきてっていう状態だったら嫌でしょだからその「好きだらけ」はよくないよねまず「好きだらけ」はなしじゃあ「好きを開けましょう」って言った時にそれこそ「どこで?」とか「何をすることか」って分からないじゃないここは「好きをじゃ作る意味を考えましょう」とそうすると「好きがあったら何がいいかっていうと相手から 誘われやすくなるんじゃないのとか、うんはい、なんか声がかかるんじゃないのってことを予定しての隙を作りましょうだとしたら、うんはい、相手が話ししやすくなればいいんだよねってところでしょ、うん、そうしたら作りの悪いお家で隙間風がずっと入ってくるような隙を作るよりもその時に応じての、はい、えと換気をしましょうみたいなちょっとあの空気入れますよっていう隙を作る、はい、隙間を開ける自分でね。うん 隙間が空きっぱなしなんじゃなくて<ー>隙間を開けるっていうことが大事なんじゃないの、はいうん、なって空いてる状態でい <laughs> っちゃうとそれは違うよとそ,うその時にその人に向けてちょっと開<う>けます。そう今、うん えーと相手と例えばやり取りしやすいようにそこはちょっと相手を想像してこれ想像力の話でコミュニケーションの話だけどちょっと相手がしゃべりかけやすいようにしますよとか例えばえーとまあ婚活の場面ではないけど例えばだけど仕事ずっとしているように見える人職場ででああの用事がるるんだけけど話しかけにくいいいななみたいな人いるでしょそうするとそれって「隙がない」って言葉は使うかわかんないけどちょっと話しかけに にくいよね、はい、でも上司の方で自分話しかけにくい状態を作ってることを知らない人がいて<ー>なのに部下が何も言ってこないとか、はい、報告してこないと、はい、それなのに間違えたと、はい、こっちはあの言ってくればいいのにって。はい 思思っってててるのにも通じないよねそしたら例えば「何かわからないことありますか?」って聞いてますかって話だよね。そしたら聞いてれば「っすいません」って言いやすいよねそのレベルじゃあ結婚のって言った時例えば「お見合いで」なのか「デートで」なのかその場面で相手が話しやすくなるってどういうことかなってそしたら例えば自分が話をして「何々さんはいかがですか?」って相手の名前を呼んで相手に「 言葉を振る、うん、それはあなたに興味がありますよのサインに見える、うん、そしたら相手は喋りやすい隙、うん、があるかのように見える、うん、ーーそういうことだから賢くないと上手な隙は作れないんだよ。 ってことは賢いってことですよね。賢い、好きがそうか、好きを作ることがが賢くないとできないってことです。で、えっと社会人としてまあまあちゃんとしてる人は好きがなく見えるからね。好きがあるような社会人はあまりよろしくないですからね。確かにね。確かにな。だからそこはあの紙一重っていうかさ、あのだけど確かに。 全部自分でできますみたいな私一人で大丈夫ですっていう人は好きないよね、うんうん、そうするとパートナーシップが結婚だとしたら相手がいなくても大丈夫ですみたいな人は入り、うん、入ってこれ こ引きずりよね。はい、そうするとそれを好きがないと一般的には言うんだろうなみたいな感じ。はい、なるほど。私一時期そうだったかもしれない本当。そうすると <laughs>、はい、あの男の人もそんなにチャレンジはしてこないので。そうなんですよね。自分で完璧をやってる女の人はモテないのよ。かっこいいけど。そうそうなんです。女性にはかっこよく見えるんですよ、ねそう。見えるけど。 男からするとライバルになっちゃうしな、うん、うん、何なら自分の方がダメだなと思ったら、うん、ねえとは声をかけられないんだよねそうかもしれないそうですね <laughs> <laughs> だから自分がいいなと思う人にはちゃんと自分でその好きを開けるそう,、うん、<laughs> そう好きってじゃあ何って言ったら相手に興味持ってますよ、うん っていうことだとだしたら、うんはい、ちゃんと相手の方を見て、うん、えと言葉をかけてますかとか、うん、その時に相手のお名前を呼んでますかとかそういうちょっとしたこと、うん、だからあでも名前を呼ぶっていうのって大かもちょっとした隙を作る感じにはなるかもですね。 ああななたに興味がありますよの証明じゃない、うん、だから隙を作るって言ったからってスカートを短くしましょうとか爪を赤くしましょうとかそういう話ではないのでそうそうそそれを誤解して急にねなんかボディタッチかなとかやるとそうするとさ結婚っていうことで言うとちょっと違うねってなっちゃうから。 いい状況を作るいうそうです人間関係を作りやすい人と思えるかっていうことなんで、うんうん、だからまずはこっちから話をしてみる、うん、その時に名前を呼ぶ、はい、えと何かしてくれたら「なにないさんありがとうございます」みたいに言うとか、はいうん、なんか興味があることを聞いてみるとかそういうちょっとした対応、うん、それが好き。 わあ<ー>なるほどんか名前で呼ばれるとちょっと嬉しくなったりしますよね。自分に興味持ってくれてるのかなって思いますもんね。名前は自我の象徴なので名前を呼ばれると私を認めてくれてるっていうふうに思うんだよね。うん、で大人になればなるほどあんまりそんなに呼ばないので、うんうん、だからこそ名前をどんな声で呼ぶかは大事だよ。 例えば「あさみさん」って言われるのと「あさみさん」って言われるのは違うでしょっていうことは声の出し方と名前で相手が「あ私のこと好きなのかな?」って思えるかんか怖いと思うのかってあるからまっすぐ言いすぎないなるほどそれは大事かな。前のお会社の上司ですごいそういう意味で言うと好きがある方がいらっしゃって。 本当に愛されるんですよ、うん、前の方に、うん、で自分があんまり動かなくても下がすごい優秀部下がすっごい優秀で、うん、でもそう今考えてみたらゆずさんがおっしゃってたことを全部やってたなって、うん、その上司が。うんうん 思っていや本当に寄ってくる時も「あさみちゃん」みたいな感じなんですよ。な、うんですかみたいな「<laughs> なんかあります?」ってやりますよみたいな。それがだから人身、ね、でも上に立つべくしてるってことですね。やっぱり上の人は下の人を上手に動かす人が能力がある人だから、うんね、ってことはその声の出し方とか、うん、この子の場合この子の場合も多分多少変えてるんだよね。 な,なんか天性のものっぽいなって感じもするんですけどね、あのー、多分ねその人小さい頃からやってるんで天性、うん、ではなくて積み上げ習得済みみたいな。な ずっとこうし,てきましたよっていうことなんでだから躊躇なくやると思うし、うんうん、他の人だったらちょっとおどおどしちゃうところも普通にねってやるから相手もそのまま受け止めるんだよね。うん、あれおどおどやられるとこっちもえどういうことってなるんだよね。っ <laughs> <に>ていうのがそういうのもやっぱり練習最終的には練習だと思うの、うんうん、どのぐらい日常の中でやってきたかっていう練習ね。はいうん ねでもまあ婚活もだからね誰かにもそんなオープンじゃなくても自分がいいなって思う人にはそういうふうに接してあげれば好きができるよって好きっていう言葉に惑わされすぎないことと好きがないって言われたからこれからも例えばなんだろう窓一個ないコンクリートの塊みたいに自分のことをイメージしないでってこと。 そうじゃなくてちゃんとドアは適当に自分の時に開けるんで大丈夫ですっていうふうに思ってないと自分がねそれを周りで言われちゃうと私だめなのかなってなっちゃう人がいるわけだからそうじゃなくて本当に隙がありすぎるを想像してこなんて変でしょってだとしたらそうなる必要ないですねってそこから考えるとわかりやすいと思うわ素晴らしいすすごいかりや先週もすごい悩んでたんで そうなんだろうって。でもそのね、相談は多いよ。私は好きがないって言われたとか。いやでも私も言われてたぐらいなんで、結構多いんだろうなと思ってたんですけど、やっぱね、なんかどっちかってこう仕事に邁進するとそっちに気がつくんですよね。人間としてもどっちかというと真面目で優秀な人は好きがないように見える。だからちょっとコミュニケーションとして想像で。 相手のために隙を作って見せてあげるっていう感じ。うん、そ,うそんな感じ。かっこいいな。隙、うん、を見せてあげるね。そう,そう <laughs> そ。それ言っちゃったらダメなんだけどね。いやめてやだよね。いや、いいです別にいいです。私の隙みたい。<laughs> 怖いね。なんかね。 <laughs> それはちょっと怖いね。<laughs> <laughs> これでも相手に相手とのコミュニケーションを取りやすくするって考えればいいですよね。好き、うんうん、って考えるから確かどう開けたらいいんだろうって思っちゃうけど、そ,うそ,うね、そ,そこの概念は一回こう。 言葉としては置いといてにしてその隙を作った方がいいと言われた理由は何ですかってことよ。例えば相手から話しかけにくいなり誘いにくいなりそれ私は彼氏なんか言いませんみたいな顔をしてるとかいろんなことがあるのでそれが相手には間違った情報として伝わっちゃうわけじゃないだから僕はもうダメなんだみたいなそうならないようにするためにはちょっと相手に「何々さんこれはどうですか?」とかあり とかその程度で十分なんで、うん、本当にあの変な服着るとか、うん、露出するとか。<laughs> そういうんじゃないからねそれをもう本当に婚活っていうことだったら余計やめた方がいいよって思うそうですよねあれかあれ構わずやめてねっていう怪しいもんねそうですね怖いです絶対行かないですそうでしょう。それはねでも振り幅ってそういうもんでさこっちじゃダメなんだっていうとヒュインって反対側そっちを目指しちゃう人いるんで気をつけてねっていう感じうん イメチェンとかでね、うん、ちょっと変わっちゃうっていうのあるかもしれないですね、えーうん、いやーすごい今日もためになった <laughs> すごいためになった好き、ね、のある女好き <laughs> <laughs> を作る女好きを作る女ねうんそうね好きは作るんだね作るそうですね,で,すねでもゆささんってそもそもそのなんか今のここのなんかポジションポジションって変ですけどここまで来るのになんかこの資格取ったりとかってあ,ありましたなんかいろいろと、うん 全くこの間もある。とこの取材で、はいはい、えっと。私は先生はどこで学ばれたんですか？って聞かれたの。はいはい、そうすごいずっと思ってました。ですいませんね。何も学んでないんですよ。<laughs> って言った時にその人はそういう、はい、こういう人をし専門でやってるので。はい 本物だって言われたんだけどその本物だっていうのも嬉しいけどどういう意味なんだろうと思いつきながらちょっと嬉しいんだけどちょっと微妙みたいな, <laughs> なんかそのそういう言葉を使われたんだけど,ど本当に学んだことは一切なくてどこどこスクールに来ました的な学んだことは一切なくて,なくて、うん、学んだのは全部私の人生からですってことなんだよね。<ー>教材はそここですってことを、はい なのでかっこいいっていうかだから袖だけボロボロでしたよっていうその証拠なのであのかっこいいかどうか置いといてそうテキスト的に学んだことは何一つない先生に教わったとかはない。で資格を取ったとかも無資格者ですっていうもう大声で言いますけど資格は全く無資格です。はい いやでもだからこそなんだろうな、響きっとね、経験のもとにっていう。言葉だからこのこ頃企業支援とかもしてるんだけどね、企業支援も私、企業を学んでないのね、学んでなったわけじゃないわけじゃない。私の企業支援の講座って、日常の魚屋さんとかお肉屋さんの話とかが出てきたりとか、えっと、 家を建てる話が出てきたりとか、うん、要するに企業の専門用語じゃなくて、はい、私のの経験しかないの、うん、だから例えば「うん、無料何々プレゼント」とかあるけど、うんうん、無料だったら本当にあ無料だったら何がいいと思うなんで無料何々プレゼントがあると思うみたいな、うん、例えばなんで無料はいいと思いますとっつきやすい、ねうん、例えばね、うん、じゃあ「無料です」 お肉塊3キロプレゼント。自由にお取りください。取ってく。取らない。<laughs> 無料で3キロプレゼントそ。そう、お肉、無料でお肉3キロプレゼント。ご自由にお取りくださいって置いたの。なんかちょっと一瞬躊躇するかな。うん、そうでしょいいいう。なんと。取らない。取らないのは何で。ちょっと怖い。そうだよね。<laughs> うん、怖いとか気持ち悪いとかなるでしょ、はい、だから無料っていうのと、そのものとの。 関連性っていうのが無料でこれならいいかなっていうものと無料だと何にって思うものがあるよねとかいう説明もこんな形でするのねで100万円と10万円だったらどっちが安い安い ?10 万円と100万円っていうものの値段がついてます。どっちが安い 万万円円の方が安いと思うよねじゃあ100万円の家と10万円のペットボトルどっちが安いえそれは俺は100万円の家でしょこうやって金額じゃなくて価値換算をすると値段って変わって見えるよねとかこんな説明の仕方が多いのよだから勉強っていうよりもんかそうだよねっていうなんか想像がしやすいですねあの いわゆる横文字を並べられてなんか知らない単語がいっぱい出てきてああだこうだ説明されてもはあみたいになるけど何なく「ん」みたいな「むや」みたいなもう「はいクイズです」みたいな感じなのはいクイズですゆずさんのセミナー行ったんですけど「クイズめっちゃはいクイズです」みたいなことにやっててでも本当にだからそこに戻ってくるんだけどいろいろ「無資格なの。 なるほど。そう。いや、でも、うん、で,でも、だからこそっていうのはあるかもしれないですね。頭でっかちになって、うん、だから、それこそ横文字並べて、これ、これ、こういう。 あれで理論なってるからこうなるんですって言われるよりは江ずさんみたいに「サクイズです」って,言わ,て、うん、言われた方が「<laughs> おお確かに」って <laughs> そうれた方がそのパーソナリティカレッジに通ってた時にそのしゃべりのその講座のなんか、まあ、なんていうのしゃべり方とかどういうことを話すかとかっていうのを勉強してたんですけど。先生があの フリートークの時にどうやったらその相手の,そのリスナーの気持ちをつかめるかみたいなのでんで何て言うんだろうみんなが分かるような何て言えばいいんだろうなんからそういうかっこいいことをこう言うよりもすごく自分の今日ねこんなことがあってってここまで来る時にこんなことあったんですよっていう話の方が。 聞いてる方は面白いんだよねっていうのを言われて、うん、半径1メートル以内とか3メートル以内とか、うん、なんかそのぐらいの話をしなさいっていうのを言われたことを今ちょっとふと思い出しました、うんうん、あの具体的な方がいいんだよね、はい、だから抽象的なワードよりも、はい、あの固有名詞みたいな、はいはい、で誰でも知っているものとかが入ると、うんうん すごく人は、あの共感しやすいし。そう、共感しやすいし、うんはい、そのイメージが特にラジオだと見えないので。うんはい、映像に起こせるように喋ってあげるっていうのは、うんはい、すごく大事だし。はい、それはあの心理学の一つだと思います。心理学とか。<laughs> うん、なんかそれを言われても、すっごい、そ、そこだけがピンポイントに。 残っててあの要するにさいろんな人が今しゃべってるし、はい、素人の人もね、はい、であの何が面白いつまんないって素人だからつまんないわけじゃないし、うん、専門家だからいいわけでもないってあるじゃない、うん、でその時に何が違うかって言ったらやっぱりその伝えるあの内容としてね、はい 昨日あった話を昨日の昔話じゃなくて今みたいに聞こえるかどうかあ<ー>そういう臨場感があるとる巻き込まれていくので、はい、そこがのなんだろう人の心をつかむという人の心の中で立体的になるんだね話がね。そそううだね 映像にするってさ、うん、みんな同じように映像にならないわけよ。うん、例えば昨日家でって言った時人はいろんな家を想像するでしょ、うん、だからうちで6畳一間でさテレビしかないんだけどって言われるともうそういう絵になるじゃないなす、ね、ですかそういうのが相手にとって、うん、あのだからあ面白いねとか、うんはあ、そういうことだったんだねって分かるっていう感じかな、うんうん、だからやっぱ昔の曲って響くのかもね <laughs> なんかすごいリアルじゃないですか,、ねそ,うかね、そうだね、うんなんか 情景が浮かぶっていうか、尾崎豊じゃないあので何だっけ違う尾崎清彦の話尾崎清彦また会う暇で。そう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 う。確かに二人でドアを閉めて、そう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 いうのとかが全部映像になるじゃない。そうするともう他の人が違うことを考えにくいわけじゃない。で同じように伝わるよねっていうのはそういうことだもんね。ああ素晴らしい。 いやー、こ濃い,いラブソンでしたね。たね <laughs> またぜひゆずさんにも来てくだい、ね。ね、はい、もちろんまたまた寄せてください。ありがとうございました。たししありがとうございました。